Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. Hiya, how are you? What up? I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic. But that. 自分の家ホームセッティングされてるんですけど、めちゃめちゃテンション上がりますね。チームのマスクで、これ試合用のアップ着なんですけど、ウォルクスワーゲンのロゴ入ってます、サポスポンサーの。去年はブラックリブズマラーの T シャツ着たんですけど、まあ、今年もこういう人種差別の反対っていう T シャツを着て、アップしたりしますね。一生懸命頑張ってこようと思います。 They nearly got something out of it. Could I eat up? And it will be Arun Basulovic who will make way.As well, did Osman look for the contact or was he stopped? That definitely is a foul. Oh, and I tell you what, the follow up foul as well. It looked like a yellow card given to Sheldon. Now it's starting to heat up. Agree. Even that one's difficult to see. Bijab once again, good ball in! AOKC pull one back! A big goal by Connor Donovan on his. Long ball over the top. Daniels playing chase.Oh, brilliant to keep that in play. Here's Ida. Kodai Ida, saved by Lewis. Coronado got a touch. A better first touch, but Sean Lewis at last getting something to do there. Pushes it up. Into midfield. But it's all down to that Golasso for me. Joaquim Rivas, the second goal. What a goal it was. Oklahoma City, so the black gold derby will have to wait again until then.試合ちょっと負けちゃって沈んでるんですけど、今カエルと一緒に、バーガーショップ来ました。めちゃめちゃ混んでますね。後ろまでずっと、今カメラに映ってないですけど、結構後ろまで車も並んでて、隣のジャック・イン・ド・ボックスより全然人入ってる。約30分ぐらいかかりましたけど、こんな感じでめちゃめちゃ並んでますね。カエルがおごってくれました。Thank you, Carl. Oh, that's of course. Very dark. 今から帰ります。いただきます。いただきます。はい、ということで、今日のリーグ初戦は、3対1で負けてしまいました。チームとしてもやっぱ今回最初の試合ってすごい大事なんで、勝って勢いづけたかったところだったんですけど、悔しい敗戦っていう感じになっちゃいました。まあ、自分としては、後半の70分くらいから出たんですけど、もう2日前ぐらいに練習怪我から復帰したばかりだったので、トレーナーからも昨日の練習とかはダッシュも 80% であれって言われたぐらいだったんで、でももうほぼ痛みはないんですけど、まあ、そういう感じなんで、もしかしたら出ないかなとは思ってたんですけど、まあ、監督が出してくれて、でまあ、そこで、まあ、2対0で負けてるところで出たんですけど、まあ、チームの流れを多少やっぱ変えれたと思いますし、まあ、自分が得たフリーキックから得点につながったっていうのは、やっぱ途中出場としてはやっぱそういう攻撃の多少違いを出せたのは良かったのかなと思います。まあ、ありがたいことに本当応援してくれる方々も本当たくさんいて、まあ、今日の試合もたくさんの人たちサポーターが来てくれたんですけど、で他にもやっぱり日本人の方だったりも本当たくさんメッセージくれたりとか、今日も OKC に住まれてる日本人の方とかも応援に来てくれてたので、まあ、自分自身、まあ、出れたのはすごい、まあ、出れたことはすごく嬉しかったですし、そこは良かったかなと思います。去年とかは初戦出れないところからスタートしているので、やっぱ多少なりとも今年は初戦出ることからスタートできてるっていうのは、やっぱ成長を感じるというか、
それも、まあ、ビビたる進歩だと思うので、なんか嬉しかったですね。あと去年ほとんど怪我で出てないんで、そういう意味でもあの OKC のに住まれて日本人に来てくれる方々にも全然プレー見せれなかったので、ホームの試合とかで、で今回やっぱ見に来てくださった試合であえてプレーできて、自分のプレーを見せることができて、すごく嬉しかったです。まあ、これからどんどん試合あるんで、次の試合もホームゲームなんで、そこでもっといいプレーして、もっと試合出て、結果出せるように頑張っていこうと思います。そんな感じで終わろうと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。